はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。令和4年3月16日の夜の11時36分頃、宮城県と福島県で最大震度6強の地震が起きました。私の住む東京都足立区地方もカタカタカタと不気味な揺れ方をしました。これ論拠も根拠もないんですが、次が来る、きっと来るなんてね、予感がしたんで、すかさず窓を開けて、そしてノートパソコンを開き立ち上げ、その場その瞬間にできる限りの備えをしていたかなと思ったら、グラグラグラと揺れました。その時パソコン画面にふと目を向けると、目に飛び込んできたのが、あの高名な映画評論家町山智博先生のツイートでした。ただそのツイート、地震が起こったその直後にしては、いわば的外れなツイートでした。ただし噂によりますと、高名な映画評論家先生はアメリカの方にお住まいということなので、日本のジャパンの様子というものをいまいち存じ上げてないのかもしれません。そこでまあ、ワールドワイドに海外ではと見たときに、まあこれぐらいのリアクションののんきさなんだよということで、私のツイッターアカウントをフォローしていただいている皆様に一泊深呼吸をしてもらうために、その映画評論家さんののどかなツイートに、のんびりしているなぁと添えてリツイートしました。しばらくして再び偶然この高名な映画評論家さんのタイムラインを見る機会があり、本当わずか数分後のことなんですが、その当該ツイートが、消えた、消えたを、なぜだよとなっておりました。今回の地震は大きかったのは大きかったんですが、福島沖を震源地としたこともあって、そしてまた真夜中だったということもあり、日本全国津々浦々の中には翌朝になってから、え、地震あったのと気づいた人も少なくありませんでした。だからわざわざツイートを消す必要なんかないんですが、これがいわゆるカギカッコつきリベラルと以前呼んでいたお左翼様の特徴でもあります。有名な映画評論家の先生がお左翼様的なみたいなっぽいツイートを繰り返していることは広く知られております。そして即座にこんなツイートをしておりました。総理がカギカッコつけた普通の人であることがこんなに貴重だとは。こちらの高名な映画評論家先生のツイートそのものは指したる意味はないのでしょうか。ロシアがウクライナへの侵略戦争を始めた今、私たちはお左翼様の動向にいささか関心を払う必要があると私は考えます。進撃するのがお好きなそうな映画評論家先生は引用ツイートをしており、元のツイートはこうあります。あんまり自民党の総理を褒めたくはないか、岸田総理になってから総理が異常な行動をとって、それをねとうよが異常な解釈で強引に擁護するというここ数年の日本の伝統行事の頻度が目に見えて減った。英雄とかカリスマではなく、サラリーマンと同じ社会的に普通の事務行動を総理が取るのは貴重である。難解な言い回しで何をおっしゃりたいのかよーくわかりませんが、お左翼様に褒めていただくポテンシャル、軽有なポテンシャルを持ったのが岸田総理大臣ということにはなるんでしょうか。白がこう言ってます。自己紹介。なるほど、確かにこちらのネトウヨが異常な解釈で強引に擁護するというところ、お左翼様が異常な解釈で強引に罵倒する、誹謗中傷罵詈雑言すると置き換えると、なんだかしっくりぴったりときます。やはりどうやらお左翼様というのは油断と隙がなくてもなくても自己紹介を始められるようです。そしてこれまたお左翼様の自己紹介のような記事を、やはり地震があった同じ日の日刊ヒュンダイ、あ、違った、日刊現代に見つけてしまいました。記事の見出しはこうあります。ロシア国営局スタッフのノーウォーは称賛、 I am not 安倍はスルーした日本のテレビ局。独裁体制のロシアでの女性テレビマンのノーウォーと掲げたプラカード、この行動について日本のニュースやワイドショーは素晴らしいとばかりに称賛するのに対して、安倍元総理時代、政権時代の元経産官僚の古賀茂明さんの I am not 安倍のプラカードについては取り上げて賛美することがなかったんじゃないかという当てこすり記事です。はっきり言ってこちらの記事、歴史を修正しております。そのバッチリ歴史が修正されている箇所を記事より紹介したいと思います。安倍政権以降の政府与党の報道に対する姿勢はプーチン政権と似たり寄ったりだ。
そんな強権政府に対して声を上げるどころか、いいダクダクと従っているのが今の日本の放送局の実態であり、政府与党が今後日本も核共有だ、派兵しろなどと言い出したら、黙って右向け右になりかねないとのこと。あの安倍政権に対して誹謗中傷バリ雑言のレベルで、まさに吊るし上げ的なことをやっていた。そんな歴史的な事実が見事なまでになかったなかったとなっているんです。はいはい、森かけ桜に今ならば新型コロコロニュータイプ、つまり政府のやることいいダクダクと流していた、そんな事実はなかったなかったなんです。さらに日刊現代の記事はこう結びます。プロパガンダを信じるな、この人たちはあなたに嘘をついているというロシア国営チャンネルの女性スタッフの言葉を、日本の放送局は自戒を込めて捉えるべきではないのか。はいはい、ここで確認しておきますが、プロパガンダ同然の放送を繰り返していたのが日本の地上波テレビのニュースやワイドショーで、これも乗っけておこう、日刊ヒュンダイ、あ違った、日刊現代さんなどなど、マスコミの皆さんだったじゃないですか。そして今なおもやり続けております。このように自分たちがやってきたこと、あるいはこれからやろうと悪だくみをしていることを、さも相手がやっているかのように、やろうとしているかのようになすりつけるのがお左翼様の手口です。アメリカのサキ報道官が、ロシアがウクライナがね、生物化学兵器作ってる、いかんあかんと大騒ぎしたこと、これについてロシアが使っちゃうかもしれないよと警告を発した、その理由と同じです。一種の宣伝戦なんです。そしてこうした宣伝戦のプチというか宣伝戦ごっこをやっているのが、日本国内のニュースやワイドショー、そして日刊現代に代表されるこちら側メディアだということになるんです。繰り返しになりますが、森かけ桜、そして新型コロコロ、この番組でいうニュータイプ、ニュースやワイドショーがいかんあかんと騒ぎ、ネット上でもそれに連動するアカウントを多数確認しております。結果ギャースかギャースか大騒ぎした時、時の政権の支持率は低下しました。つまりうっかりすると宣伝戦の果てに政権チェンジなんていう、まさに悪夢が訪れたかもしれなかったんです。すでにアメリカの大統領選挙にはロシアが介入していたんではないか、これについては Facebook などなどから確認されております。ましてや我が日本国においてロシアによる領土を侵略されているこの事実において、戦後から数えて77年間、北は南カラフトからロシアは居座り続けちゃっているんです。ネット媒体ザクザクに次の見出しの警告が掲載されました。ロシアによるウクライナ侵略戦争が始まったその2日後の令和4年2月26日の記事です。日本も他人事ではない、北海道が危ない。プーチン氏、ロシアの先住民族に発言も、ウクライナ人評論家ナザレンコ・アンドリ氏が激白。記事より重要な箇所を紹介します。プーチン氏は以前、ロシアの先住民族に認定するという考えを示した、これは西暦でいう2018年12月のモスクワでの人権評議会にて、北方領土への不法占拠が続く中、今度は北海道が危ない。ロシアが民族保護を名目に北海道に乗り込んでくる危険性がある。ロシアのような独裁一国家が今回と同じく、自国民の保護を名目に他国を力で侵略し、国家承認することがまかり通れば、世界の秩序は完全に崩壊する。日本を含む国際社会はこれ以上プーチン氏を増長させてはならない。つまり日本国内のどこかで、はい独立しましたという声が上がり、手を挙げて、これをロシアの方が独立を承認しましたってやって、この独立しましたと宣言している人たちを保護するためにという名目で、日本にジャパンに対する侵略戦争を仕掛けられちゃうんじゃないのという指摘です。どこかで見た光景じゃないでしょうか。一方これを荒唐無稽と思うでしょうか。北海道県議会議員で、現在は各種ネット番組でまさに八面六臂のご活躍をなされております、小野寺勝さんはこんなツイートをしておりました。平成20年の西暦でいう2008年の桜プロジェクトという番組でのワンシーンです。当時は新党第一、元は自民党、今は日本維新の会ホールディングスに参加されております、鈴木宗男参議院議員をジャーナリストの大高美希さんが取材しております。
しかしこの14年前の動画で語られていることを今なおで現在に起こっていることに重ねたときに恐ろしい疑惑がチドコーン。小野寺勝さんのツイートとこの動画の中で鈴木宗男先生が語られている内容を私なりに噛み砕いて説明するとこうなります。北も南も含めた樺太や北方領土というのは先住民族のものである。そしてそれを開発したのが先住民族の人たちだという歴史認識をもとに、これをプーチン大統領に尊重してもらう、こうしたアプローチをすればなんと北方領土が返ってきますとのこと。そしてなぜだかこれによって日本がグローバルスタンダードな立場としてその価値観を持ったと海外では認められる的なみたいなっぽいお話を鈴木宗男先生はお話しされておりました。鈴木宗男先生といえばきっと日ソ友好、あ違った、日露友好のために今も日に夜を継ぎご活躍をなされているのかもしれません。ただしここでどうしても思い出してしまうのがお左翼様の手口です。日が彼我を入れ替えて事実の一部をかいつまんで歴史を鉛筆なめなめで書き換える彼らの手口です。さらには先ほどのウクライナ人のナザレンコ・アンドレイさんの指摘をよっこいしょと重ねた時にこんなシーンが頭に浮かんで離れなくなってしまいます。嘘っぽい話だとしても人民共和国として独立しました、はい承認してくださいって言ったのにこれ承認されちゃって、そしてどこどこどこと入って、これはもうすでに2度行われている信頼と実績のロシアの手口なので、はいプーチン大統領人民共和国です独立しました、はいってわけで、はいはいしてあげますよなんてことをやった日には一地域ではなく北海道丸ごとゲットだぜ、でっかい道うまい道、そしてそれでそのままジャパニーズ円がルーブルになって、はいカーニカーニでウニウニバレちゃいました冗談はともかく今のシャレがシャレにならないのかなという記事を見つけちゃいました。やはり地震があったその日アベマタイムスは次の見出しの記事を配信しておりました。最悪の事態を想定しないといけない時代になった、北海道周辺をロシア海軍艦艇が相次ぎ航行、元海上自衛隊海将が指摘する誤解と脅威。これは元自衛隊の世界に名だたるサブマリナーで荒らせられた伊藤徳志幸さんのお話で、なんと異常事態が起きているのが今年の津軽海峡春景色だそうです。ミリタリーの専門家が異常事態と言ってるんです。やはりこういった話は専門家に聞くに限ります。だからこそいろいろなことをまるっと含めて日本の科学の国会なんてね、自らをお名乗りになられます日本学術会議はといえば、先ほどの鈴木宗男議員に足並みをとことことこって揃えるかの報告書を平成23年西暦で2011年9月15日あの東日本大震災の年の秋に発表しております。そしてこれ意外と知られてないことなんですが、日本学術会議というのはミリタリー絡み軍事絡みの研究に否定的です。しかしインターネットを上げるまでもなく今は軍民一体というかその境界線のないデュアルユースの時代です。今確実に日本の危機が目の前に顕在化しております。その喫緊の課題に対応するために今すぐできることといえば、この日本学術会議が消えた消えたやったーとすることなんじゃないかななんてことを考えてみたりもする今日この頃でございます。残念ながらお左翼様界隈にも国境線がないようなんですが、一方でおロシア様の方からは科学者の皆さんが国外の方にどんどん出られていってるそうです。科学にも国境は多分ありません。まあ小難しいことは分かりませんが、我々はいろいろな人の出口やり口を共有しつつ、あくまでぜぜひでかかとに体重を残しつつみんなで頑張っていきます、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを言いまくっているメルマガ版の方にも遊びに来てください。こちら有料版になっておりますが、私の自由な言論表現活動を助けていただいております。いつも応援ありがとうございます。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。Thank you.
富永愛子、安倍晋三完全勝利説というものが長にモルゲストよと答えたんですが、モルゲストよかって紹介した。赤が勝ち、羽生くんすごい、犬くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたからと。番組を最後の最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃん、じゃんけん、じゃんけん、チョキ。私がチョキなのでグーを出した、あなた、あ、右手を下げまして、そして昇竜拳、おめでとうございます。私と同じチョキを出したあなた、着替えますね。あなたと私で 1,2,3 のトリプルピース。そしてパーを出したあなた、あ、お手はそのままよろしければご一緒に。それでは本当のバイバイ。